はい、どうも森島和樹です。本日なんですけども、沖縄県那覇市は桜坂、社交街というところに来てるんですけども、すごいなんかこう見えます、周り屋台になってるんです。こちらのお店、鶏さんと思ってたんですけど、ぶっちゃけさっきスタッフの方に聞いたら、鳥さん、これで鳥さんと読むそうで、ようここにちょいちょいたまに飲みに来たりしてたんですよ。オールドリンク、お酒も、300円で、そこすごいなんかいろいろ商品もめちゃくちゃ豊富なんですよね。この見てください、ソーセージだったりベーコンロール、普通の桃とかこの塩タレ、あるんですけど、こうトンタンとか、鶏の頬肉、軟骨早期とか、これなんかめちゃくちゃ沖縄っぽいですよね。で、僕が結構おすすめなのが、ここに今ない、いつもある山賊焼き。これ、スタッフさん、あれでしたっけ？イノシシの肉なんです。豚でした。すいません、間違えちゃいました。頭です。豚の頭です。へぇー。新鮮のお肉になる。しかも、今日なかったから、特別にちょっと作ってもらってるんですけど、その模様がこちら。お兄さんのかっこいい顔も一緒に。あ、めちゃくちゃうまそう。やっぱ出来たてっていうやつも、出来たてがうまいっすもんね、やっぱね。それは間違いないと思います。うわ、めちゃくちゃうまそう。ただちょっと時間かかっちゃうんですけど、出来上がったら絶対美味しい。まあまあ15分か15分前後はちょっと待つので、でも待つ価値が間違いなくあるので、これはちょっと15分待ってもいいものなので待ってみようと思います。いや、実は今日路上ライブしてたんですけど、雨がバーって、ちょっとどっかで飯食うかって言ったらハイボール飲むことになりました。こちらその時来てたお客さんです。いつの間にか一緒に飲んでます。りょうちんよろしく。このハイボールもね、300円でございます。安っ。いや、でここでこういうなんかね、外で飲みながら焼き鳥を、もうこれは幸せ以外の何物でもね、もうちょっとで出てくると思うので、ちょっともうちょっと待ってみようと思います。はっ、来ました。これが山賊焼き、出来たてめちゃくちゃうまそう。ありがとうございます。これはうまそう。これはやばい。またこのイケメンのお兄さんがやってくれた。実は地元の中学校の後輩だったそうでございます。言うてね、もう本当に美味しい。でも今まで出来たては食べたことない、ぶっちゃけ。どんなもんか検証してみようと思います。豚の頭、頭、いただきます。うんまもう口に出た瞬間笑っちゃうぐらいうまい。これ、いや、出来たてやばいね。出来たてマジで初めて。うんま。ちょっとこれが、こういうのが肉肉しいやつで、これが脂身なんですよ。でもこれもすごいうまいです。ちょっとちょっと今日路上に来てくれたお客さんの反応を見てみようと思います。箸やいただきます。はい、うまい。前しか聞こえないです。うまい。めっちゃうまくない、これ。歯ごたえあっていいっすね。これやばいよな。いいっすね。いやー、もうやばかったです。もうね、沖縄県は那覇は桜坂。ぜひ皆さんこちら通った方はね、ビールでもいいし、オリオンビールでもいいし、ハイボールとかと、一緒にこの山賊焼き、他のもめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ということで今回は、桜坂は、鳥さんの、山賊焼きの味の検証でございました。どうもありがとうございました。森島和樹でした。と自己嫌悪に落とし目。